皆さんこんにちは。寒くなってきたし、のんびり温泉旅行がしたいなということで、彼氏ができたら一度はされたい理想の温泉旅行を再現します。最高の締めもあるので、ぜひ最後まで見てね。コピチャンネル始まるよ。コピチャンネル。あっち、あっち。はい、おにぎり作ってきました。ちょっとしたおかず付きね。じゃあいただきます。うん、山が見えるけど、あれはなんだっけ、春名山かな。実家帰ってきた感がありますね。おばあちゃんとおじいちゃんのお家が島の方にあるから、なんか懐かしい、この辺来るの。ようこそ伊香保温泉へ。温泉とか旅館が並んでいる道ですね。ここはもっと山奥に行きます。すごいね、これ見てください。一面お山、しかも秋だからやっぱ紅葉がね、今ちょうど綺麗な時期。これが群馬の誇りでございます。やっぱり秋の景色はいいですね。秋、温泉、紅葉。無事ホテルに到着いたしました。すごいの、景色が。秋のマウンテンビューでございます。すごい綺麗。さすが群馬。これからお部屋に移動したいと思います。今日は客室露天風呂付きのお部屋なので、とっても楽しみ。では移動します。お風呂が20種類ぐらいあるらしい、大浴場。男性と女性で夜朝で入れ替わるみたいだから、もう全然景色が違うみたい。それも楽しみ。じゃあオープン。あれ、ちょっと待って、どう開けるんだ。こうかな。お邪魔します。うお、なんかもう扉が3つぐらいあるんだけど。じゃあ開けます。オープン。うわー、え、すごい。ちょっと待って、想像の700倍ぐらいいいんだけど。すごい。こんな素敵なことあるんだ。朝入るのも気持ちよさそうだね。
気持ちいい、眩しい。飲みたいな。ちょっと飲むか。気持ちいい。すごい、枯葉の絨毯。石段街はここから歩いて10分くらいだそうです。やっぱこの景色のおかげでね、歩いてる間も飽きないね。湯上がりでポカポカな状態でこの群馬の新鮮な空気を浴びれる幸せ。いや、お店の猫なんだ。首はしてるからね。あれあれにゃにゃ。これから石段を登っていきます。頑張るぜ。今38段だって。全然まだ。半分まで来ました。もう疲れた。あと半分。やっとここまで来た。ラストスパート。到着いたしました。やった。せっかくなんでお参りして帰ろう。はじめの一杯は梅干しサワー。たくさん歩いた後は炭酸がしみる。群馬といえばこれ、玉こんにゃく。いただきます。絶妙に甘めの醤油だしがこんにゃくによく合う。なかなか潰れてくれない梅干し先生。構わず飲むけどね。パリパリピーマンと甘辛ひき肉、きゅうりの一本漬け、お肉をたっぷり乗せて。ほんのり甘めでゴロゴロのひき肉とパリピ。これはお酒が進む味ですな。きゅうりはからしをつけていただく。うむ、おいしい。ごまの香りもすごくいい。赤身わさび醤油でいただきます。ねえ、プリプリで美味しい。海なし県群馬、なめたらあかんわ。チキン南蛮、とろとろのタルタル、
じわじわのカリカリ、うまうまのヤミー、絶品です。合わせるのはやっぱりレモンサワー。おつこぴー。酸味強めで美味しい。飛びました。コピチャンネル。いやー美味しかったです。最高でした。ちょっと宿で二次会をしたいので、一次会はこの辺で終わりにして宿でゆっくりしたいと思います。じゃあ行きましょう。おー、いいね。やっぱ夜もライトアップされてて綺麗な小倉です。お宿に着いたので、これから浴衣に着替えたいと思います。せーの、えい、やい、浴衣に着替えました。はあ、落ち着くわ。旅館でもとりあえずいっぱい行きたい。酔いを覚ましたら大浴場に行ってこようと思います。おかえり、お疲れの一杯。おつこぴー。マッチー。あー、お風呂気持ちよすぎた。お部屋でのんびり、まだまだ飲みましょう。いやー、もうずっとゴロゴロしちゃいそうなんですけど、おつまみと締めまで用意してきたので飲むかー。お風呂上がり、お酒が進んでしまい、ほろ酔いになりました。もうそろそろね、寝ようと思うんですけど、寝る前に、締めが食べたい。締めを食べなきゃ寝れん。やっぱり皆さんも、なんかこういう旅行とかでね、飲んだりすると、締め食べたくなると思うんですよ。ということで、今回は、なんと、コムコム商店さんから、とあるものをいただきまして、それを締めにいただきたいと思います。見てください、こちらです。じゃん！これに何が入っているかというと、うわ、すごっ！金目鯛とか、うなぎとか、食材が豪華すぎる。うわー、これ迷うなー。私普段家で食べるのなんて、梅茶漬けとか、そんなしか食べたことないから、こんなしっかり入ってる本格的なお茶漬けなんて初めてですよ。ちょっと種類がたくさん入ってるので、並べて選んでみます。どれが気になりますか？どれが食べたい？え、どうしようかな本当に迷っちゃうけど、金目鯛、ブリ、炙りフグ、炭火鶏茶漬け、鮭茶漬け、磯のり茶漬け、カニ茶漬け、厚切り牛タン茶漬け、あゆ茶漬け、うなぎ茶漬け。やっぱ普段食べたことないやつを選んでみようと思うんで、お魚はね、一個食べたいかなと思う。インパクト一番ある。あゆ茶漬け。これ、そのままあゆ入ってるけど、頭とかね、尻尾とか食べれるのかなっていうのちょっと気になるんで、これ。もう一つは、まあ、魚一個選んだので、ちょっと魚じゃないやつを選びたくて、これ。厚切り牛タン茶漬け。聞いたことないでしょ。厚切り牛タンのお茶漬け？どんな味するんだろう。厚切り牛タンと鮎茶漬けで今日は締めたいと思います。楽しみすぎる。よし、じゃあ早速作っていきたいと思います。ホテルの方からお茶碗をちょっとお借りしたので、せっかくなんでこのお茶碗にパックご飯を入れて作っていきたいと思うんですけど、キャンプとか宿泊先とかすぐにお皿とか用意できない方はこういうペーパーのお皿でもいいと思います。
海苔とか薬味的なものが入ってますね。器に入りきるかなっていう大きさなんですけど、丸々一匹。はい、じゃんでつぶです。うわぁ、すごい大きいね、やっぱ。熱湯と脱出油をこれにかけて食べるみたい。このぐらいかな。すごいいい香りする。じゃあ脱出油かけてみます。うわうわうわ、おいしそう。出汁もちょっと気になりますね。いただきます。じゃあまずあゆちゃんをちょっとほぐしてみようか。うわ、柔らかっ。すぐほぐれた。すごいな、これ骨とかどうなってんだ。あー、だしが美味しい。コピチャンネル。次は気になる厚切り牛タン茶漬け。これどうなってるんだろう、どう入ってるんだろう。牛タン、具材と脱出油が入ってます。うわ、美味しそう。うわ、本当に厚切りだ。いい色。すっごいいい香りするんだけど。じゃあ2食目いただきます。すごい分厚い。あ、3枚入ってるんだ。すごい香ばしそうな厚切り牛タン。贅沢にチョコ。うん、うわ、すごい。あー、うわ、すごい、ほろほろ崩れる。うまみすごいな。美味しい。これ出汁との相性も抜群よ。ああ、ああ、ああ、ごちそうさまでした。こうやって旅先でも食べれるし、キャンプとかにも持っていけるので、もう夜食とかお酒の締めに最高。お家でね、楽しむのももちろんいいんだけどね、お湯とご飯があればもうどこでも食べれちゃうから、本格的なお茶漬けがおすすめすぎる。本当に美味しい。私こういう旅行の時にだいたいカップラーメンとかで締めちゃうんですけど、お茶漬けハマっちゃいそうですね。みんなにもぜひ食べてほしい。お茶漬けってパックとかね、袋とかに入ってるイメージが強いんですけど、こういうね、高級感のあるギフトボックスにお茶漬けが入ってるって特別感あるっていうか、ギフトにもすごく最適だと思う。これからね、クリスマスとか、母の日、父の日とか、渡すのももってこいだと思う、これ。テンション上がるもんね、この箱でもらうの。この商品実は500万食ぐらい売れる大人気商品だそうで、まあでも忙しい日とかにも持ってこいだし、もう大納得でございます。朝作った塩吹き刻み昆布ふりかけとお茶漬け、なんとセットで購入できるそうなので、気になった方はぜひ概要欄の URL からチェックしてみてください。いやー、本当に最高の締めでしたね。
皆さんはどのお茶漬けが気になりましたか？ぜひコメント欄で教えてください。ちょっと朝の足湯入りたい。やっほー。来ちゃったちょっと渡したいものがあって。すごくない？こんな箱に入ってるの。すごい高級そうね。え、そんな汁があるね。そうそうそう、すごいね。すごいよね。美味しかったから、これお父さんと食べてよかったら、うん、ありがとう。ご飯が進みそうね。ね、美味しかったよ。